昔、ある国にとても美しく心の優しい少女がいました。少女はお父さん、お母さんとお屋敷に暮らし、とても幸せでした。お父さんはみんなから尊敬されている立派な人で、お母さんはとても優しい人でした。ところがある日、お母さんが突然重い病気にかかり、寝込んでしまいました。少女は一生懸命看病しましたが、その甲斐もなく、ある朝、お母さんは息を引き取りました。少女は悲しみに沈んで、もう一度お母さんの優しい笑顔が見たいと、毎日泣き暮らしました。お父さんは家がにぎやかになれば少女も元気になると思い、新しいお母さんを迎えました。ある日、ママ母は二人の娘を連れてお屋敷にやってきました。ママ母は少女が自分の娘たちよりも美しく気品があるのを見て、憎らしく思いました。挨拶する少女に、ママ母と娘たちは横を向いて返事をしません。少女は悲しくなりました。翌朝、お父さんは長い旅に出ました。留守の間、お母さんの言うことをよく聞くんだよ。はい、お父様。少女は答えました。お父さんが旅に出ると、ママ母は今まで働いていたお手伝いさんを辞めさせました。そして少女から素敵なドレスを取り上げ、代わりにみすぼらしい服を着せました。さあ、これからはお前が働くんだよ。少女は朝早くから夜遅くまで家の仕事をさせられました。料理、洗濯、アイロンがけ、縫い物、そして広いお屋敷の掃除です。お姉さんたちは笑って見ているだけでした。少女の食事は一日に一切れのパンと少しの豆だけでした。ママ母とお姉さんたちは時々意地悪をして、豆をかまどの灰の中にばらまきました。少女は仕方なく豆を灰の中から拾いました。灰で汚れた少女を見て、お姉さんたちは笑いました。灰だらけね。そうだわ、これからシンデレラと呼びましょうよ。それから少女は灰だらけの汚い娘という意味のシンデレラと呼ばれるようになりました。ママ母はシンデレラから今までのきれいな部屋を取り上げ、屋根裏部屋に住まわせました。一日の仕事が終わり、疲れ切って
暗い部屋に帰るとシンデレラは亡くなった優しいお母さんのことを思いました。天国のお母様、私はお父様の言いつけを守っています。でも今の暮らしは辛いことばかりです。どうか私を見守っていてください。ある日、お城から使いがやってきました。そしてお姉さんたちにお城で開かれるパーティーへの招待状を渡しました。そのパーティーで王子様は娘たちの中からお妃を選ぶのです。招待状を読んだお姉さんたちは大騒ぎです。キャー、嬉しい。どうしよう、おしゃれしなくっちゃ。パーティーの日、お姉さんたちはお城に着ていくドレスや髪飾りを選ぶのに大忙しです。シンデレラ、どれが私の髪に似合うかしら。シンデレラはお姉さんたちのために髪飾りを選んであげました。それから髪にブラシをかけ、ドレスを着るのを手伝ってあげました。お姉さんたちはおしゃれをするとシンデレラを置いてお城へと出かけていきました。お姉さんたちが行ってしまい、一人になるとシンデレラは急に悲しくなりました。涙を流しながら暖炉の前に座り込んでいると、突然キラキラと光る星が見え、女神様が現れました。シンデレラ、泣くのはおよし。お城のパーティーに行きたいのでしょう。シンデレラはうなずきました。あなたがいい子だったのを私は知ってますよ。さあ、ついていらっしゃい。シンデレラが女神様の後をついていくと、お屋敷の裏のかぼちゃ畑に着きました。女神様はシンデレラにニコッと微笑むと、持っていた魔法の杖をさっと振りました。すると杖からキラキラ光る星が雨のように流れ出しました。そして畑に転がっていた大きなかぼちゃが土から浮き上がり、黄金の馬車に変わりました。シンデレラは自分の目が信じられませんでした。次に女神様はネズミを見つけると、さっと杖を振りました。すると4匹のネズミが4頭の馬になりました。それから2匹のトカゲに杖を振ると、立派な服を着た2人の御車が現れました。なんて不思議なんでしょう。シンデレラは驚きの声を上げました。それから恥ずかしそうに小さな声で、でもこんな服じゃ、
と言いました。女神様は大丈夫ですよと言うと、また杖を振りました。すると今まで着ていたみすぼらしい服が美しいドレスに変わりました。最後に女神様はガラスの靴を取り出して言いました。さあこの靴を履いてお城のパーティーにお行きなさい。ただし12時の鐘が鳴り終わると魔法は解けて元の服に戻ってしまうから、必ずその前に帰ってくるのですよ。はい、女神様、ありがとうございます。シンデレラは喜んで答えました。シンデレラは額に胸を膨らませて馬車に乗り込みました。はい、どう？御車の掛け声に馬車はお城目指して軽やかに走っていきます。やがて馬車はお城に着きました。お城の家臣と家来たちはシンデレラの気高い美しさに驚いて、どこの国のお姫様だろうと口々に噂しました。それからシンデレラを丁重に広間に案内しました。シンデレラが広間に現れるとざわめきが起こりました。なんて美しいお姫様なんでしょう。お妃はあの方に決まるんじゃないかしら。ママ母とお姉さんたちもその美しい姫がシンデレラだとは分からずに感心して見ていました。王子様はみんなの注目の的の姫に近づきました。そして一目で姫の美しさに心を奪われてしまいました。姫、私と踊っていただけますか。はい、喜んで。シンデレラは頬をあからめて答えました。王子様はシンデレラの手を取って軽やかなワルツの調べに乗って踊り出しました。シンデレラがとても上手に踊ったので、広間のお客たちは二人の優雅な姿にうっとりと見とれてしまいました。王子様はシンデレラにすっかり心を奪われて優しく語りかけるのでした。すると突然、カーン、コーンとお城の塔の大時計が12時の鐘を打ち始めました。大変、12時だわ。とても楽しかったのでシンデレラは女神様の注意をすっかり忘れていたのです。魔法が解けてしまうわ、早くここを出なくては。シンデレラは大急ぎで広間から逃げ出しました。姫、どうしたのですか。王子様は懸命に呼び止めましたが、シンデレラは階段を駆け下りていきます。ところがその時、ガラスの靴が片方脱げてしまったのです。取りに戻ったら鐘が鳴り止んでしまいます。シンデレラは靴をそのままにして
お城から出て行きました。シンデレラを乗せた馬車が町外れまで来ると12時の鐘が鳴り止みました。するとたちまち馬車はカボチャに、馬はネズミに、魚車はトカゲに戻ってしまいました。そして気がつくと、シンデレラの着ていたドレスも元のみすぼらしい服に戻っていたのです。ただ一つガラスの靴の片方だけが消えずに残っていました。シンデレラは遠くに浮かぶお城を眺めました。あんなに楽しかったのが夢のよう。もう王子様とは会えないのかしら。シンデレラの瞳から涙がこぼれ、頬を濡らしました。王子様はシンデレラの残していったガラスの靴を握りしめながら、月に照らされた町を眺めていました。姫、あなたはどこにいるのですか。なぜ突然姿を消してしまったのですか。きっとあなたを探し出しますよ。王子様はこの町のどこかにいるガラスの靴の持ち主に呼びかけました。翌朝、王子様は国中の娘にガラスの靴を履かせて、ぴったりと合う足の娘を連れてくるように家来に命じました。さあ、国中の娘たちは大騒ぎです。我先に試しますが、ガラスの靴にぴったりと合う足はありません。家来たちはとうとうシンデレラのお屋敷にやってきました。ママ母は何とかしてガラスの靴を履かせようと、娘たちの足を無理やりぎゅうぎゅう押し込みました。痛い。娘たちの足は大きすぎました。いくら押し込んでも痛がるだけで入りません。その時、シンデレラが奥から出てきて、私も試していいでしょうかと静かに言いました。家来はシンデレラを見て、姿はみすぼらしくても気高い美しさがあるのに感心して、靴を差し出します。家来の差し出した靴にシンデレラのほっそりとした足がスッと入りました。驚くみんなの前で、シンデレラはポケットからもう片方のガラスの靴を取り出しました。あなたこそ王子様がお探しの姫です。家来たちは大喜びです。お姉さんたちはパーティーで見た美しい姫がシンデレラだったことに驚いて、今までの意地悪を謝りました。優しいシンデレラはお姉さんたちを許してあげました。それから家来たちに連れられて、シンデレラは馬車でお城へ向かいました。
お城について馬車から降りると、いつの間にかシンデレラはきらびやかなドレスを身にまとっていました。シンデレラの耳に女神様の声が聞こえました。シンデレラ、おめでとう。この魔法はずっと解けませんよ。女神様、ありがとうございます。シンデレラは答えました。王子様は美しい姫に再び会えて大変喜びました。王子様にはシンデレラが一層美しく見えました。そして二人は結婚し、ずっと幸せに暮らしました。